ポール・カステラーノ、ポール・カステラーノ、ポール・キャスタラーノ、1915年6月20日から1985年12月16日は、ガンビーの一家のボスだった人物。本名は、コンスタンティノ・ポール・カステラーノだが、彼は、ファーストネームを嫌っており、シー・ポール・キャスタラーノと常にサインしていた。生前は、ニューヨーク市のスタテンアイランドのホワイトハウスと、 あだ名された豪邸に今日構える。全米のマフィアを仕切る、コミッション、全国委員会の議長でもあった。巨体だったことから、ビッグポール、ビッグポーリーなど多くのあだ名があった。カルロ・ガンビーノは、カステラーノの姉と、カステラーノは、ガンビーノの義理の妹と結婚している。カステラーノは独自の雰囲気と、オーラがあり、人を動かすのがうまく。 堂々とした話し方で説得力があった。ジェノベーゼン一家のファットトニーされるのは彼のことをなんて素晴らしい話し方なんだと思い憧れたという。しかし部下に対しては無神経で他人を平気で見下すところもあり、そのことでロイデメイオや他の部下は本人がいないところで起こったことがあったという。彼は自身がマフィアと見られることに対してあまり居心地が良くなかったらしく、 日常でも、フランク・コステロのように、上流階級の一般市民と交流するのが好きだった、ようで、ある時仲間に、マフィアというよりは、会社の社長みたいだと言われた時には、喜んでいたと言われている。とはいえ彼は巨体であると共に風貌にも迫力があり、現在残されている彼の写真や像を見ればわかる。通り外見は、典型的な、暗黒街のドンである。カステラーノは、 ブルックリンのベンソンハーストにある肉屋の息子として生まれ若い頃は宝くじを売っている小物のチンピラだった彼の父親は初期のコーサノストラのメンバーの一人であるガンビーノとは親戚でありそのためガンビーノの死に際しては副ボスのアニエロ・デラクローチェを差し置いてその遺言によりボスとなった一説によればカステラーノはいずれ ガンビーノの息子のトミー・ガンビーノにボスの座を譲るという密約があったとも言われる。カステラーノはデラクローチェをなだめるために引き続き副ボスの座に留めると同時に彼の一派に大きな利権を分け与え実質的に一家は二分されることとなった。カステラーノはボスになった後すぐにスタテンアイランドのトットヒルに当時150万ドルの豪邸を建てた。カステラーノは コロンビアのメイドのグロディア・オラルテと妻の目を盗んで肉体石を持っていた。ポールは ED だったため愛人のオラルテとセックスをするために自分の生殖器に管を挿入していた。ガンビーの一家とアンジェロ・ブルーノのフィラデルフィア一家は親密な関係でカステラーノもボスになってからもその関係を継承した。FBI はニューヨークやフィラデルフィアで アンジェロ・ブルーノとカステラーノが会食する姿を確認している。カステラーノは肉屋の経験を活かし食肉卸業を始め大おけした。その仕事はそのうち二人の息子ポール・ジュニアとジョセフに任せた。三男のフィリップにはセメント会社をやらせていた。カステラーノは一家全体で麻薬取引を禁止しており、コミッション会議でもそのことを 他のファミリーのボスに行ったことがある。しかし、ある部下の話によると表では、麻薬取引を禁止していたが、部下が麻薬でも儲けていた金を受け取っていたとも言う。その証拠としては、上納金など受け取るとき、部下が何をやって作った金か聞かなかった。彼が麻薬を禁止した一番の理由は、部下自身が麻薬に溺れるのを恐れていたという。カステラーノは、 自分の手が汚れるのを嫌って、汚い仕事は他人にやらせていた。しかし、汚い仕事をやっていた者からもちろん金は受け取っていた。このことを部下は軽蔑していた。さらにファミリーの仕事は部下に全く相談せずに進め、そのため仕事が少なくなった部下もいた。こうしたことを続けていくうちに、ファミリー内での信用を少しずつ失い、部下から不満も出ていた。 1985年頃には部下からファミリーを手放していると思われているほどだった。その後、FBI によって自宅に盗聴器が仕掛けられていたことで、1985年3月25日に起訴された。その時に自分の部下が自分の知らないところで勝手に麻薬取引をしていたことを知る。その後、同年12月2日にデラクローチェが ガンのため死亡し、配下のジョン・ゴッティが、その組織を引き継いだが、麻薬ビジネスに手を染めたゴッティの組織を解体することに、決めた。12月16日午後5時、カステラーノは、ニューヨークのお気に入りのステーキ店に向かい、そこでゴッティの組織を解体すると宣言するつもりだったが、その情報はゴッティに漏れており、店の前で車を降りたところを、ゴッティ、 フランク・デ・チッコラの放った殺し屋に襲撃され、運転していたカステラーノの片腕で、アンダーボスに昇格したばかりのトービ・ロッティと共に暗殺された。実行犯は、ヴィンセント・アーソ、サルバトー・レ・ファット・サリースから、エドワード・ライノ、ジョン・カーニクリアの4人。他に、アンジェロ・ルッジェロ、ドミニク・スキニー・ドム・ピーソニア、ヨゼフ・ワッツ、アンソニー・ランピノが控えており、 ゴッティとサルバトーレグラバーのは道路をしに、車の中から一部始終を見届けた。カステラーノが暗殺された時車内にあった香水、シャネルの5番は愛人、オラルテへのプレゼントだった。暗殺を実行した4人は、全員白いコートに毛皮の帽子をしていた。そのため、目撃者は、犯人は同じ服装をした2人か3人で、区別や特徴はわからないと答えた。 ニューヨークタイムズは彼の死を2日間一面トップで伝えた暗殺の理由は組織の合法化への反発やコロンビア人メイドとのロマンスアニエロ・デラクローチェの死に際しての不義理自宅が FBI に盗聴されておりそのためニューヨークのボス連中が次々と逮捕されたことに対するタファミリーの反発など様々であったが直接の理由は一家内で現金事項であった 麻薬取引に手を染めていたゴッティが、後見人のデラクローチェの死後粛清されるのを恐れての暗殺と思われる。また、さして功績のないビロッティをアンダーボスに据えたことも一家内の中間派の反発を買ったと思われる。デチッコはカステラーの派の人間であったが、暗殺成功後の副ボスの地位と引き換えにゴッティ側に着き、暗殺のための会合を手引きした。ジェノベーゼ一家のボス。 ヴィンセント・ジガンテはこのクーデターを認めず、翌年にデチッコを暗殺するなど、ガン・ウィーンの一家との間で抗争が勃発している。彼の妻はカルロ・ガン・ウィーンの親戚にあたる。そのためカルロは通称でも、いとこのカルロと呼ばれていた。ちなみに、カステラーノを暗殺したゴッティは、シチリア系ではなく、ナポリ系の血を引く。スタテン・アイランド、のに埋葬されている。 彼の波乱に満ちた生涯は2001年にアメリカのテレビドラマ、放題、ドン・カステラーノ、NY の帝王で映像化され、チャズ・パルミンテリーがカステラーノを演じた。また、1996年に制作されたジョン・ゴッティの生涯を描いた映画、放題、ゴッチ・ザ・マフィア、武踏派暴力組織では、リチャード・シー・サラフィアンがカステラーノを演じている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。